こんにちは、あたりです。はい、どうも皆さん、ごきげんよう、くしゃみです。はい、というわけで、くしゃみくんが僕の家に来てくれました。はい、お邪魔します。一緒に、はい、これから動画を撮っていきます。はい、で、今日はですね、5月4日、ゴールデンウィークなんですけども、くしゃみくんと一緒にね、いろんなイベントに行ってまいりました。はい、というわけで、今回は感想動画をね、3本続けて撮っていきたいと思います。一応分割するんですけどね。はい、というわけで、まず最初に、5月4日月曜日祝日、グランドプリンスホテル新高輪、大宴会場飛天で行われましたヒーローライブスペシャル2010 ヒーローライブ2015、このイベントの中のプリキュアオールスターズがやってくるというわけで、こちら映画プリキュア、オールスターズ、春のカーニバルの公開記念のイベント、プリキュア歴代プリキュア23人が出演、歌とダンスによる大レビューということで、イベントを一緒に見てまいりました。できました。いやー、もうね、めちゃくちゃ楽しかったよ。楽しかった。いや、本当に最高だった。うん、内容は歌とダンスのみ。うん、この映画に出てくる曲、1曲目から10曲目、8曲目ぐらいまで、はい、ずっとこうやってね、この映画からそのまま舞台に飛び出してきましたという、まあ、そんな感じのイベントでした。はい、はい、というわけで、プリキュアのこういうイベントに行くのは僕はもうね、初めてだったんですけども、いやー、もうね、すごかったよ。プリキュアが歌って踊って、目の前でね、大ステージでずらーっと並んで、オープニングエンディングをね、踊ってくれて、もう1曲目からね、感動しちゃって、なってました。はい、ではじゃあ、くしゃみくんはどんな感じでした？どんな感じか、どんな感想でした？はい、僕は結構プリキュアショーとかに行くんですけど、やっぱりオールスターズが来るっていうイベントなかなか少ないので、貴重。多いもんね。うん、めちゃくちゃ多かった。まあ、23人だから全員来るわけじゃないけども、まあまあ、ボリューム感はやっぱ、なんか会場が大きかったからね、うん、ステージもすごく大きかったし、やっぱりいつも多分見てるようなところだと現行のプリキュアぐらいが精一杯、ちっちゃい、なんか仮設ステージみたいな、仮設ステージイオンとか、あんな感じの、そうそうそう、で、まあ、今回本当にプリキュアオールスターズで歴代23人、40人中23人だから、どこまで来てたっけ、ゴープリンセスプリキュア、ハピネスチャージプリキュア、ドキドキプリキュア、スマイルプリキュアまでは全員来てた、でそっから前はピンク組、ピンク組、うん、でね、すごかったよ。すごかった、いや、本当にすごかったしか言えないよね。あれはもう本当に歌とダンスしかないんだけども、目の前でプリキュアたちが踊ってくれて、もうこっちはもうこう、ね、映画と違ったよね。やっぱりこの盛り上がる、こっちももう気兼ねなく盛り上がれるから、臨場感、うん、一体感もね、本当にすごかった。まあ、実写春のカーニバル、うん、実写春のカーニバル。そうそう、さっきも言ったけど、これとね、曲順が全く一緒なんですよ。映画のプリキュアオールスターズ春のカーニバルと、まあ、そのこの映画の公開記念でのイベントっていうことで、うん、なんだけど、そのまず最初にモーニング娘。バージョン、そう、今ここからモーニング娘。バージョン、うん、ちょっとファンとしては、うん、なんでそっちだよってね、んってなるところはあったけども、僕全然気づかなかったんですよ、モーニング娘。バージョンって気づかなくて、で、くしゃみくんが横で、あ、モーニング娘。バージョンかってつぶやいてて、あ、嫌なやつ、嫌なやつ、モーニング娘。バージョンなんだと思って聞いてて、で、そこからこの映画と同じ曲順で、ちょっといいかい、カンニングしていいかい、はい、まず、ね、You Make Me Happy、 You Make Me、 フレッシュプリキュア、そのフレッシュプリキュアはキュアピーチしか来てないんだけども、うん、誰と一緒に踊ったの？誰だったっけ、うん、なんかね、ドキドキプリキュアだった。ドキドキプリキュアの4人にドキドキ、そうにセンターでキュアピーチが踊るみたいな、そんな感じだった。そう、そういうコラボみたいなところがあったよね。で、次からはなんかそのそう、入れ替え、だん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 入れ替えで、そうそうそう、で、次スマイルが出てきのみたいなね、うん、いやこれはね、ほんとね、もう一回見に行きたいんですけど、逆にあれですよね、やっぱその自分の持ち曲じゃないやつを踊ってるのがいいですよね。すごい、うん、それはね、なんか新鮮だったよね。新鮮、うん、
なんかそれこそそのエンディングとかオープニングを踊るのはそのプリキュアっていうイメージがあったけど、うん、他のプリキュアが踊っていることで、うん、すごいなんか新鮮だった、ね、新鮮だった。でこのイベントね、撮影 OK だったんですよ。そう、うん、だから僕あのくしゃみくんともうこうやって対談をする予定でビデオカメラ持ってってて、うん、でなんか席に着いたらみんなカメラも構えてて、え、これ撮影いいの？撮影 OK なの？と思って、で僕はもうこのビデオカメラをこう置いて、で、ね、くしゃみくんもビデオカメラを持ってバッチリに撮影してきました。もちろんウェブへのアップはできません。できません。はい、お断りさせていただきます。はい、いけませんぞ。サンキューフェアリーズ、サンキューフェアリーズ、サンキューフェアリーズ、僕はあの曲大好き。あ、あのね、1、2、3、9ね、そう、よく覚えてましたね。いや、あれはね、なかなかちょっと脳裏に、ね、焼き付いて離れない。あれの曲大好きで、ね、うん、あれ、ね、踊ってたよね。そう、あれをプリキュアが踊ってんのが見れるのはもうあれだけじゃないかな。まあ、他のオールスターズが来るよっていうイベントでもしかしたら ああいうの全部やってんのかも知れないけども、なかなか見れるもんじゃない、うん、なんかそのコンセプトとしてはプリキュアたちがやってきていつも応援してくれるみんなに感謝の気持ちを伝えるよ、そういうカーニバルですよっていう、まあ、あのイベントだったんですけども、まあ、その中でサンキューフェアリーズ、この映画の中で妖精たちが歌って踊っていた曲をプリキュアたちがずらっとね横に並んで、すごかった、壮観、壮観、23人ガッて並ぶとね、あれ見てほしいな、あれすごかったもんな。でもあれ、あ、なんかこういうイベントってでも DVD とかならないよね。あれはならない、ならない、絶対ならない、もったいない、もったいない、あれは世に出さなきゃいけないと思う、もっとプリキュアを押し出すためにね、うん、でこのラストの曲でそのプリキュアたちが観客席に降りてきて観客席の中で歌って踊ってくれた。近かったね、近かった、キュアビューティーもうくしゃみくんのすぐ横でここで踊ってた、こうやってここキュアビューティーがここもうね、僕が撮影しているカメラをもうビューティーが独占してたもんね。すごかった、うん、ビューティーめちゃくちゃ近かった、うん、近かったね。それでもうみんなってね、こうハイタッチをしながらね、そうそうそう、こうキュアサニーがね、スローをウェーってこうやってて、キュアビューティーとタッチしようとしたくしゃみくんが無視されるっていう悲しかった横で見てて申し訳ないけど笑っちゃった無視されたしみたいな。サニーはすごいノリノリでウェーってやってくれたのに、その次のビューティーがスッスッそう、あのプリキュアのこういうまあなんか着ぐるみ的なイベントは初めて行ったんだけど、着ぐるみ、あの本人が、うん、あのプリキュアの本人が、プリキュア本人が来てくれるイベントですよ、来てくれるイベントなんですけども、うん、ちょっと待って、それを前提にしちゃうと話しづらいんだけどもまあ、じゃあ家庭の話をしましょう。家庭の話、うん、あの仮にね、うん、あのプリキュアの中に、うん、まあ、人がいた場合、いるとしましょう、うん、いるとしましょう、あの、うん、結構入ってる人がね、女の人ばっかりだと思ったんですよ、僕、うん、見てる感じ、やっぱりこう体型とか、やっぱりこう女性の方だったんで、なんかそういうイベントをやってる女性って結構いるんだなって思いました。さすがね、やっぱ当たりづらい、当たりづらいってことですね、選球眼がね、ペッあ、ってこれ女性、うん、やっぱりね、体のラインというか、うんうん、やっぱり長年スーツアクターを見てきた、見てきた僕の目からしてもやっぱり女性が、まあでもあれはプリキュアですけどね。あ、そうだね、あの本人だから、そう、あれはプリキュアです、うん、プリキュア本人だから、まあ女性なのはまあ当然なんです、当然なんです、うん、だから、うん、あのすごくキレのいいプリキュアとかもね、いやー、ね、ドリームね、キュアドリーム、ドリーム、うん、もうこうシュッ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 すごいキレがよくて、うん、一人だけ輝いてたもん、輝いてた、うん、ドリームすごい、うん、23人こう並んでこう1列2列3列ってやってもやっぱりそのキレのいいキュアドリームの動きがすごく目立ってて釘付けになっちゃった。キュアドリーム動きいいな、うん、やっぱね気合の入り方が違う、うんうん、あとの結構行ってるじゃないですかイベントとか、うん、やっぱ違いました今回。いや違うね、やっぱあの普通のショーだとめちゃくちゃやる気ないプリキュアいるんだたまにいますよ、やる気の、やる気のないというか、ね、乗り気じゃないというか、プリキュアの仕事がやっぱ重なるとやっぱりそうだね、うん、まあプリキュアも忙しいからね、忙しいから、うん、敵倒して踊って敵倒して踊って、そうだ ね、うん、もう生きてるのが辛いよ、ありえないありえないぶっちゃけありえな い、 えない、うん、まあでも今回本当になんかすごい観客とコミュニケーションとしてはね、うん、プリキュアの人たち、プリキュアの方々も、方々も、うん、だからその
こっちも応援を返すし、うん、あっちからもしっかりダンスと歌で返してくれるしっていう、あの会場全体がそのプリキュアの空間になったので、プリキュアレインボーストリーム、プリキュアレインボーストリームだったね、完全にオールスターズだね、オールスターズ、僕もプリキュアだった、そう、うん、みんなプリキュア、みんなプリキュアだった、あの会場にいる人たち、男の子はみんなプリキュアなんだよ、そうだよ、もうプリキュア、プリキュアだよ、プリキュアいやでも映画の時の感想動画で、まあ、言ったんだけど、やっぱプリキュアは戦わなきゃいけないっていうところは出たじゃないですか。まあまあまあ、うん、まあ、でも今回はそのバトルシーンみたいなのはまあ全くなかったよね。敵は出てこず、本当に歌とダンスだけ、うんうん、なのでね、僕としてはこれが見たかったんだよっていうところをねこの映画の時の感想対談でも言ったんだけど、うん、これが見たかったんだよっていうところはね、確かにある。むしろでもプリキュアショーって結構敵が出てくる方が珍しいっていうか、あ、そうなの、うん、あ、ダンスがメインの方が多いから、あ、そうなの、そうですね、あ、でも、あ、でもそっか、そう、プリキュアショーは、まあ、基本ダンスメインのやつがやっぱ多くて、うん、敵が出てくるのは読売ランドでこうやってるやつとか、読売ランド、読売ランド、読売ランド知らない、読売ランドって何、遊園地、遊園地どこ、あれどこだろう、え、僕行ったことないんですよ、名前だけはでも聞いたことある、読売ランド、読売ランドは結構月何回とかでやってるんですよ、プリキュアショーとか全体ショー、あ、そうなんだ、そういうところはダンスメインで、あ、そこは敵が、あ、敵が出てくる、出てきて戦ってっていう、あの本当アニメ丸々1話やるみたいな感じの構成の脚本で、何回か見に行ってる、いや、あ、でもそういうショーは 見に行きますけど、うん、読売ランドは行ったことない、あ、行ったことないんだ、そういう敵が出てくるときって誰と戦うんだろう、なんかそのショー限定のちゃんとした、あ、最悪、最悪じゃなくて最悪が、まあ最悪的な、うん、絶望具とか絶望具ができるんですよ、へえ、そうなんだ、あ、でも戦隊ショーとかもそんな感じだもんね、だからそういうのに行かないと、あのクローズさんとか見れないですからね、だから敵キャラの、いるの、敵キャラ幹部の、そうそうそう、あるんですよ、プリキュアもなんか年1回でそういうでっかいやつでやればいいのに、ね、ミュージカルショーやってますか、ミュージカルショー、ミュージカルショー、戦う、戦います、夏めっちゃ戦います、その講談社の子供祭りとはまた別、また別、もうプリキュアミュージカルショーっていうのを毎年やってる、何分ぐらい、1時間ぐらい、30分ぐらいかな、1時間かないですね、3分ぐらい、じゃあプリキュアが出てきてみんなご機嫌ようって言って、この会場の絶望を集めてやるぜ、そこまでよ、で戦って倒して、ほっ、そう、あ、みんなで歌って踊ってっていう、そのショーの変身シーンがすごいんですよね、え、変身前も、変身前から出てきますから、あ、ミュージカルショーに限っては、あれレアですよ、レアだね、私服とか制服のやつレア、あー、で、出て、出て、プリキュア、プリンセスなんちゃらエンゲージ、変身して、変身して、へえ、そうなんだ、戦隊とかこう、ふしゃーなって、うん、ふわーなって、ライトバーンなったらいるじゃないですか、うん、そういうのじゃないんですよ、え、違う、一瞬で変身しますから、もう瞬きしたらもう変身してますよえ、本当に変身じゃん、それそう、え、ちょっと待ってよ、屋外じゃないよね、屋内、屋内、屋内、あ、結構あのミュージカルショー全国こうツアーみたいな感じで回るんですよ、へ、近くに行った時はぜひみんなで見に行きましょう、プリキュアをみんなで応援しよう一回行ってみたいな、ハピネスチャージはフォームチェンジもありましたしね、え、ホームチェンジのやつまであるの、やるの、ホームチェンジもやってくれるの、ホームチェンジ、フォームチェンジ、フォームチェンジホームチェンジ、完全に家が変えた、チェリーフラメンコとあんみつこまちはやりましたね、うん、ミュージカルショーで、チェリーフラメンコめっちゃ好きなんだよ、ね、俺あのね、口紅が最高もうでもポイントなんか変なポイントが好きなんだけど、あのチェリーフラメンコの口紅が大好き、なんか入っちゃったんですね、そう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 、プリキュア、意外にプリキュアちょっとイベントやってるんだ、やってますよ、知らないだけだ、そう、ああそうなんだ、興味がないんでしょ、いやいやいや、ちょっと待てちょっと待てお兄さんちょっと待てお兄さん、ちょっと待てちょっと待ってさ、興味がないって言ったらちょっとあれだよ、語弊がある、そう、うん、検索しようとしてるんだね、じゃあプリキュア大好き、
プリキュア大好き。大好き。興味がないわけじゃない。プリキュアを愛してやまない。いやもうプリキュアはもうね僕のライフワークみたいなもんです。そうですね。あの僕の流れてる血液のうちの3分の2はプリキュアでできてますから。そうですね。はい。もうこれの3分の1はプリキュアの妖精でできてますから。もう全身プリキュアみたいな男ですから。全身プリキュア人間。もう全身プリキュア人間。すごいよ。愛と勇気でできてるから。着地点がわからない。そうだね。はい、というわけで、5月4日に行ってまいりました、グランドプリンセスホテル新高輪で行われましたヒーローライブスペシャル2015で、行われましたプリキュアオールスターズがやってくる、映画プリキュアオールスターズ春のカーニバル公開記念のイベントに行ってまいりましたという感想動画でした。来年もやるんだったらぜひとももう一回行きたい。行きたいよね。あれは本当に。でもね、来年もしやるっていう情報が出たら皆さん真っ先にチケット取った方がいいですよ、うんうん、あれは本当にね見る価値があるし、大人前売り券1700円の指定席券が700円で、まあ、2400円ぐらい、うん、あのね全然安いです、うん、あれは本当に見る価値がある。あの来年あるなら皆さん行きましょう。はい、というわけで、プリキュアオールスターズのイベントを見てきましたという感想動画でした。それではまた次回、バイバイ。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。